え塩の代わりする。せーの、こんにちは。こんにちは、PK です。 KK です。 PK ズストーリーへようこそ。久しぶりですね。はい、はい、今日はロケです。はい、そうですね、はい、今日は外から、ちょっとすごい音してますが、今潮の香りがしております。海が近いですね。はい、ここはどこでしょう。はい、今日は都内に来てまして、はいはいはい、ベイフロントの、ホテルに今から行きたいと思います。はい、はい、秋晴れのいい天気ですね。はい、気持ちのいい天気ですね。はい、それぐらい、はい、はい、じゃあ今から向かっていきたいと思います。はい、では駅から降りて、もうねすぐ徒歩5分ぐらいで着くそうです。あちらのホテルでした。見えます、この建物ですね。こちらに向かいたいと思います。リズム東京というね、今話題のホテルでございます。ではお部屋に入ってまいりました。入ってすぐにですね、このクマちゃんいます。和風なクマちゃんいますね。こんな感じです。ここなんでしょう、開かない、別に開かないです。オブジェがあります。そしてこう入ってきますと、じゃーん、どこが開くのかな。あ、おー、あ、なんとここが手洗いでした。意外とここにこういう風に流しもついていてね、トイレがありました。そしてこう切って、どこが開くかちょっとね分かんない感じ。じゃーん、ここが、クローゼットですね。クローゼットで綺麗にハンガーがあって、アイロン台があって、あ、セッタがありますね。セッタがあって、これは何だろう、加湿器かな。金庫、セキュリティボックスあります。あ、ここにねスリッパと、ランドリーケースとね、あと靴磨きも入ってます。ね、こんな感じ。そしてそれから、それからここがバスルームです。バスルームは、あ、素敵なちょっと着物っぽいバスローブ、薄手ですね。タオルじゃなくて薄手のバスローブと、そしてタオルと、こんな感じで洗面所。これがですね、かの有名なちょっと本の形をしたアメニティボックスだそうです。ガチャ、わー素敵。あ、こうやってね、箱に絵になってますけどね、この箱にねなってるんですね。ちょっと抜けないですけど、例えばこれを開けるとバブルネット、あれですね、体を洗うやつとかね。これは歯ブラシですね、ピースブラシ、ね、歯ブラシとかっていうのがここにあると、ちょっとこう座りが安定感が、おー面白い、ほらこんな感じの。あ、そしてネズムもねちゃんと絵になってます。え、これちょっと楽しみです。はい、はい、そしてですね、お、雪肌精がありますね。からの、ローションね、ローションがあります。はい、そ
そしてここが、洗面台ですね。鏡もあって、そしてじゃーん、ここがお風呂なんですが、外に、ね、向こうにちょっとお部屋見えてますけど、お風呂のところがねガラス張りなんですね。独立したお風呂、ね、シャンプーとかもあります。で、このままだとガラス張りなんで、ブラインドっていうねボタンを押すと閉まるって言ってました。あ、閉まりますね。っていう感じらしいです。はい、では中行きます。今日はですね、キングサイズのベッドのお部屋をお願いしたんですけれども、まずですね、まあね、ドンと大きなベッドがあります、ね、良さげなベッドですね。ここもちょっと和な感じでね、こんな赤く組紐と黒と素敵ですね。そして電話がこのね、昔懐かし黒電話なんですけれども、音も今ねフロントから電話かかってきたんですけど、音もねチリチリっていうね昔ながらの音がしておりました。はい、そして、ね、窓際にこうね大きなソファー、このソファーもねたっぷり2人掛けいいですね。外もまたフロントでいい感じです。そして驚いたのがですね、まあ空気清浄機もあり、もう壁にね入ってるあのテレビ、これもねすごく広いです。あの大きなねテレビなんですけども、ここです。ピアノがあった、じゃん、ピアノがありました。わーと思ったものの、私一切弾けないのでちょっと宝の持ち腐れですが、ちょっとね心得ある人なんかは、なんか電子ピアノですけど、なんかちょっと良さそうな電子ピアノですね。そしてこのトランク素敵ですね。この箱トランクがあって、ここがねあのバーですね。なんとねドリップコーヒーがねあって素敵ですね。このあのポットもね素敵だね。こんな感じでドリップコーヒーで、そしてよいしょ、楽しみのここにコーヒーとティーもあります。なんか美味しそうなティーもあって、あら可愛いペコちゃんがいるよ。これは何、ミルキー、ミルキーが置いてある。へえ面白いね。こんな感じであります。そしてこれなんだろう、お抹茶、お抹茶のかな、あそうだね、茶せんがあるからお抹茶入れの、あの茶器がねガラスなんだね、コップと。へえ素敵。そして冷蔵庫は、ね、天然水とオレンジジュースとビール、ね、ここ無料だそうです。じゃん。そしてねマグカップ、ちょっとモダンなね感じですね。はい、でははい、改めまして TK です。はい、今日は、うん、リズム東京に来ています。はい、部屋を紹介して、うん、もらいました。はい、すごい外見ました、ね、うん、カーテン越し、今カーテンを開けますと、今日ねすごいいい天気で、あれは首都高だね、下に首都高が見えて、わ、あの何この公園は何だい、浜離宮、浜離宮か。フォンラットがね、あの真正面にコンラットがあって、浜離宮が見下ろせるんですね。すごい借景いいですね。ちょっと紅葉には少し早かったのか、まだね赤くなってるところは少ないですが、いいね。ロビーからも見えました、ね、見えた、あ、そっかそっか、逆側がね海が見える、こっちシティビューですね。そっか、海が見えなかったけど、あでもテーブルもすごい広くていい感じだね、素敵だね。ね、なんかちょっとね食事とかするにもたっぷりあっていいですね。あとねここもすごいスッキリ、タブレットがちょんってあるだけで、ね、すごくスッキリしております。うん、いいですね、素敵素敵。はい、じゃあ TK 一曲どうぞ。どっかスイッチ入れるんじゃない、うん、ほら、あ、メトロノームになってるな、うん、お、ちゃんと
出ましたね、音ね、うん、はい、弾けそうなんだけどな。お、お、ヴィヴァルディの春なんか弾いちゃってます。そうだよね、弾けんじゃん、すごいじゃん、すごいじゃん。すごい、すごいよ。私全然そんな、あの、ピアノね、数年やってたんですけどね、全く弾けないですね。すごいね、TK。うん、小学校。習ったの？へぇ、よく覚えてんね。すごい、すごい。はい。では、そんな感じで、くつろぎましょうか。はい。はい。それでは。